はい、さあ、お久しぶりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。今日は4月25日です。夏真っ只中で、草手ですね。ここ廃墟もめっちゃ暑いんですよ。暑い。ムワンとする、入った瞬間。なんで、一応エアコンの稼働を確認して使えるかどうかっていうのを見てみたいと思います。エアコンね、あんまり使いすぎると良くないっていう話もありますが、まあ、暑くて熱中症でくたばってる人もいっぱいいるじゃないですか、今。危ないですよね。なんで一応エアコンとかはハイテク機器を廃墟に入れていこうかなと思っております。自分が知らないために。ターン4、リモコン用の電池ってアルカリとマンガンどっちがいいか知ってますか、皆さん。ちょっと調べたらマンガンがいいらしくて、何かっていうと、なんか断続的に使うちょっとの電力を使うものはマンガンがいいらしいです。アルカリは長時間使うような使い方のものに適してるらしいですよ。知らなかったんですけど、そういう使い分けがあるっていうことらしいです。なので時計とかリモコンとかはマンガンの方が向いてると。これはダイソーの電池ですね。入れてこんなきしょうがないな。もうちょっと開いてくれてもいいですけどね。本当こんなもんか。どうやって入れるのこれ。おかしい。おう、エアコンつくかな、まず。はい、コンセント入れていきます。あ、ちなみにこれは台風をなんとか3発ぐらい乗り切りましたね。無事に。問題ないよかったです。コンセントを入れてみましょう。OK。ちょっと音が鳴ってますね。で、エアコンのスイッチを入れてみましょう。冷房。お、来た。着いた。オープン。うわあ、冷風来るのかな。28度、下げてみましょう。おお、16度まで下がる。いいエアコンですね。風量は今来てないですけど。ああ、でもこれ汚いな。ちょっとさすがに 4,5 年残ってた汚れというのがありますね。はりゃあ汚いですねこれ。ちょっと掃除しないといけないですね。また後日掃除する時間を作りたいと思います。来ました。バッチリついてますね。一応大丈夫そうですね。良かったですね、エアコンを使って。はい。で、一応エアコンを使うのはいいんですけど、電気代が高かったりとか、まあ、いろいろ問題があるじゃないですか、エアコンを使うにあたってね。なので扇風機を買ったんですよ、実は。その扇風機を次は見てみたいと思います。はい、というわけで一応買ってみました、扇風機で。普通に買ってもつまんないんで、 Amazon で一番安いやつ買いました。一番安い、 Amazon で一番安い扇風機が使えるのかっていうのをちょっとレビューしながら扇風機を設置開封してみたいと思います。で、今回2種類買いました。扇風機って普通の形式のやつありますね。丸くて首があってベースがあるみたいなとタイプと、あとタワー型、こうストレートのボックスみたいなのあるじゃないですか。あれ2種類買いました。両方の普通の扇風機型とタワー型の一番安いもの、最安値のものを購入しました。それを開封してみましょう。で、ちょっと他にもいろいろ買ったものがあるので、それも同時に開けていっちゃっていいでしょうか。やっぱりね、物を見てると買っちゃいますね。必要だって言って買っていっちゃうんですよ。今の時代 Amazon でポチるだけなんで、バンバン買っちゃいますね。なのでこれもちょっと見ながら今後紹介すると思うんだけど、そのつどつどその辺も開封していきましょう。とりあえず扇風機ですね。扇風機が2台。これ扇風機で、これはなんだ、キャンプウッドストーブ。ちょっと調理とかもやっていこうかなと思ってて。で、これもタワー型の扇風機です。これなんだ、これ中国から来てますね。キャンプ用品みたいなやつもちょっと買い揃えていこうかなと思っております。あ、 LED だ。これ、この LED を使ってちょっとやりたいことがあるので、この LED も買いました。 LED ネオンケーブルって言って、電気を通したらネオンみたいな感じで光るような LED のライトです。これなんだ、いろいろ買いすぎてどれがどれかわからんっていう。
あ、これはワンバーナーの変換ケーブルですね。口の OD 管を CB 管にするやつ、 CD 管にするやつです。これなんだろう、この大きい箱は何でしょうか。これワンバーナーかな、違いますね、ケトルだ、ケトル、ケトルとワンバーナーだ。めっちゃ買ってるんじゃないですか。これいくらぐらいだろう、2万円、いや2万はいかないな、でもかなりの量を買ってますね。いやー、ネット見てるとね、いいのがいっぱいあるんですよ。普段スーパーとかに行ってもないようなものがあるじゃないですか、ネットって。なんで見てると買いたくなっちゃったんですね。これはオーディオケーブル、 XLR ケーブル、キャノンケーブルで、ケトルとワンバーナー、 P カッター、プラ板カッターですね。これもやりたいことがあるんで買いました。で、このプラ板、アクリル板です。何をか分かりますよ、皆さん。向こうの窓を塞ぐためにアクリル板っていう意見が多かったんで、アクリル板をちょっと枠に入れて、木枠に入れて埋めてみようかなって思ってます。とりあえずそのために注文しました。で、これがマイクを持たすアダプターですね。はい、以上ですね、開封は。まあ、これはお湯へ説明とか、なんか作ったりとかするときに使うと思うので置いといて、今回は扇風機を見ていきましょう。ちょっと邪魔なんで置いときます。はい、では扇風機を実際に開封していきますが、まずは普通のやつでいきましょう。普通のやつ、今もの。ライフジョイさんというの扇風機ですね。 FLM30、 これが3000いかないぐらいですね。2000いくらかだったと思います。開封してみましょう。で、リンクは下に貼っておくので見てみてください、気になる方。結構扇風機って単純な構造なんで、どれでも変わんないと思うんですよ、正直。普通の機能であれば首を振ってファンを回すだけなんで、そんなに難しいことないので、あんまり変わんないのかなって思います、実際。まあ、サイズ感とかは違うんでしょうけど。お、こんな感じで入ってますね。取り出してみます。こういう組み立てるんですね。家電屋に行くと全部組み立てられてるんで、あんまりこういった状態で見ないと思うんですけど、全部バラバラで入ってますね。で、高さも一応70センチぐらいのものを今回購入しました。通常サイズだと思います。結構写真で見てると高さが分かんなかったりするので、ちゃんとこの速度、高さとかの数値を確認した方がいいですね。扇風機もね、結構沖縄の家に行くと、もう古いパッキパキのやつとかでいっぱいあるんですよ。このプラスチックが、もう油分が抜けちゃって穴が開いてるやつとか結構見るんですけど、おばあちゃん家の家とか行ったら。でもそのぐらい長く使えるものってことですよね、言うならば。なんだこれ、面白いですよね、これ。扇風機も家電の中でも寿命の長いものなので、ちゃんと慎重に選ぶべきなんだとは思います、一応。なので僕が人柱的に安いものが使えるのかっていうのを今回見てみたいと思います。説明書がしっかりと入っておりますね。あ、そっか、この羽の数も結構種類があるみたいですね。4枚5枚、まあ5枚の方がいいのかな、その辺がよくわかんないですけど、扇風機初心者なんで、どういう点がいいのか悪いのかっていうのは今回分かりかねます。単純に使えるのかと風量があるのか、ちゃんと弱いのとかあるじゃないですか。なのでその辺が分かればいいかなと思って、通常仕様に耐えるようなものなのかっていうところだけですね、今回私が見れるところは。うーん、説明書って言われてもね、電源押すだけだと思うんで、こんな簡単なところなんで、すごいですか。むしろこの時代にこんなシンプルなものがあるかっていうぐらいの。この色もね、いいですね、渋い。はい、ここを開けて土台にはめ込んで、これで固定するっていうタイプじゃないかなって思いますね。入れ込んでからの、入れ込んでからのケーブルを引っ張りつつはめると。で、そこのネジが切ってあるので、ネジを締めると。こんな構造なんですね。下なんて見たことなかったんで、初めて見ましたね。
OK、これで完璧で。あとは実際にこのライト、ライトじゃない、ファンの部分をつけてまいりましょう。これは簡単ですね。よく洗うときに崩してるので、普通に外せばいいだけですね。あ、そっか、逆回りなんですね、ここね。ネジって普通時計回りなら半時計で外れるんですけど、先端だけ逆回りなんだね。で、普通にはめ込んでいくと、ポッチポッチがあるので、それに当てはめて、挟んでいけば大丈夫です。これでしょ。あっつい。あっついね、ほんと。汗が止まらん。OK。キュッとしっかり締めて、次ファンですね。かなり軽いですね、このファン。これもくぼみがあるので、くぼみとこのこっちにある出っ張りに収まるように入れます。あ、なんかゴムチューブみたいなのついてましたね。これは外すやつだ。ゴムチューブみたいなのついてました。外して差し込んで OK で、ネジを締めます。で、逆回りね、これはさっき言った通り半時計で締まると。あとはこれをつけるだけですね。ライフジョイトつける。 OK、 簡単ですね。誰でもできる簡単な構造で便利。 OK、 完成。はい、ちょっとアングル変わりましたが、まあ、こんな感じですね。ここが面白いね。ブランブランしてる、固定ができない。で、首振りモードと固定モードがあって、あと身長が伸びていくと後ろ、まあ、普通ですね。あ、でもまあまあそんな高くはない感じで、段階は無段階、無段階ではないですけど、まあある程度細かく調整ができそうな感じですね。うんうんうん、まあ割とスムーズ。ここも上がるし、1、2、3、4、5、4段階ですね、これは。まあいい感じじゃないですか。はい、では実際につけてみたいと思います。風量ですね、風量、まあ、気になるのは風量ですね。結構安物だとパワーがないんじゃないかっていう問題とバランス、その風量があってもうるさいと嫌ですよね。なので、まあ、その辺のバランスが難しいと思うんですけど、エアコンというかこっち今日、おお、バッチリですね。バッチリ十分じゃないですか、強さ的に。普通の扇風機って感じですね。生ぬるい風が注ぎ込まれてますが、うん、何の遜色もないような感じがしますね。比べる対象がないので分からないので、ちょっと次はタワー型を開けてみます。まあまあこんな感じ、普通に使う分には問題ない。超シンプルで分かりやすくていいですね。結構最近タップ型とかあるんですけど、こうやってやっぱ物理ボタンの方が僕的には簡単でいいですね。わかりやすくて、うん、うん、という感じ。じゃあ次はタワー型を開けてみましょう。はい、ちょっとこのアングルの方が見やすそうだったんで、このアングルでいきたいと思います。保証書大重度、結構家電なんかの保証書っていうのはファイリングした方がいいですよ。大体壊れるんで僕の感覚でいくと、安いものも高いものも簡単に壊れるんで、保証書は置いてた方がいいですよ。ちょっともうね、手続きがめんどくさいんですよね。保証書を申請する、保証修理を依頼するのって。なので諦めちゃう人が多いと思うんですけど、まあそれもお金なので、なるべくは使った方がいいんじゃないかなっていうことですね。もう出来上がってますね、このタワー型に関しては。静音設計、ハンドル付き、ワイド3段階って書いてます。これが土台ですね。で、説明書で、メーカーさんはテクノスっていうメーカーさんですね。これも3000円ちょっとぐらいだった気がします。タワー型っていうのは普通のやつより多分高いんですけど、これは安かったですね。で、こちらが本体になっております。はい、こういう感じですね。もう全体的にプラスチックですね、もちろん。なのででも軽いですね、そのおかげでというか。で、上の方にダイヤルが見えづらいですね。ちょっと椅子を開けて、はい、見えづらいですけど、まだこれを回すことによって風量が決められる感じですね。
あ、しかもこれはロータリー式ですね。ずっと回せる方式。ここにくぼみがあるので、これが向いている場所に設定されてるって感じです。ネジだ。あ、ネジ止めですね、これ。ネジになってるので、これを一旦外してからベースを突っ込んで上から止めるという感じですね。なるほど。タワー型実は僕も初めて買ったので、初めてだらけですね。先にこれをくっつけた方がいいですかね。こうくっつけてのはめ込んでいって止める。OK。これでネジを戻していく。本気で熱いんですけど、なんか本土の方は沖縄より熱いらしいので、熱い熱いってられないですね。40度超えが当たり前みたいな感じになってたんで大変ですよね。沖縄も涼しいとは言われてても暑いですよ、やっぱり。でも暑い中の涼しいか暑いかみたいな。 OK かな。はい、止まりました。では立ててみたいと思います。ドン。なるほどね。待って、これちょっとさ、こっちか。いや、もうこの紐を通す穴がないと思ったら、ありましたね、ちゃんと。ですが、固定できるような感じではないのかな。これをこうか。ああ、できますね。ある程度は。抜けやすそうですけど。一応、うん、固定はできそうですね。で、置いて、コンセントにつなぎます。スイッチをオン。これか。え？ああ。かなり静か。今日にしましょうね。こんな感じか。すごい、このダイレクトにこっからここまでかの幅でこう来る感じですね。で、中でモーターが回ってるのが見えますね。面白いですね。初めて見た。でも風量全然弱いですね。さっきの方が強い。で、首振りいきます。首振り強。おお、回ってますね。かなりかすかにゆっくり回ってます。へえ、こんな感じなんだ。アマゾンチーペストタワー型扇風機でした、これが。テクノスさんこれ回ってる時にこう回すってちょっと迷惑行為みたいな感じですね。仕事してる人を止めるみたいな。はい、これ今ちょっと説明書のスペック表なんですけれど、上が普通の扇風機、下がタワー型になってます。で、電源のところを見ると、あ、消費電力ですね、タワー型がかなり低いですね。これは50Hz のところで 28W、 60Hz のところで 31W、 で普通の扇風機が 50Hz で 42、 60で 47 っていう感じなんで、かなりそう、ワット数、消費電力が違うので、風量が違うっていうのも、そもそものモーターが違うので風量の差があるのかなっていう気がします。ですがタワー型の方が高いということですよ。風量もないけどタワー型の方が高い、うん、っていうのが一応あからさまに分かるということですね。はい、あとこの普通の扇風機のここですね、電気代が1時間あたり書かれてるんですけど、1.1 円から 1.3 円と書かれてます。エアコンはなんか1日中つけたら数百円っていう話がありますよね。数百円ってバラつきがすごいですけど、でも扇風機の場合は1日中つけっぱでも20円後半から30円ぐらいで収まるってことですね。だいぶ電気代に差がつくので、扇風機を有効利用した方が電気代を考える時はいいっていうことですね。はい、いかがだったでしょうか。両方見てどう思いましたか。皆さんどっちが良かったですか。人それぞれ違うと思うんですけど、僕はこっちかなって感じでした。実用性を考えると圧倒的にこっちですね。パワーも強いし、取り回しも直感的にできるし簡単、あとは高さ調整とか角度も調整できるので、実用性はこっちだなって思いました、圧倒的に。で、かつ値段も安い、こっちより2800円900円ぐらいで、タワー型は3000円いくらかなんですね。で、かつ、首の幅の振りも狭いし高さ調整もできないですね。あと上下の振りもないので、そういった意味では、機能的には圧倒的に劣ってますね。で、風量に関してもワット数見て分かった通り、モーターが多分違うですね、かなりね。なので風量もこっちがかなり強い、こっちは弱い、かすかな風っていう感じです。ですが、こっちの利点は、タワー型の利点はおしゃれってことですよね。これはちょっと田舎臭いし、ハイセンス、おしゃれな部屋には似合わないですよね、あんまりね。あったらこっちの方がよく見えると思います。皆さんの想像するおしゃれな男性の部屋、女性の部屋あるのはタワー型だと思うので、そういった美的なところを取るんであればタワー型が圧倒的に有利なのかなって。ちょっと芋臭いじゃないですか、こっちはね。
という意味では、そうそうそう、なので人それぞれ、まあ、どっちがいいか、どっちを取るか、実用面を取るのか、そこそこ使えておしゃれな雰囲気を取るのかっていうところだと思います、所詮ね。まあ、そこを考えてから選ぶべきだということですよ。まあ、どっちがいい悪いじゃなくて、何を重視するかってところで選択の幅が違うっていうだけだと思います。両方リンク下に貼っとくんで、まあ、見てみてください。どっちも安いので、いや激安、タワー型で一番安い、普通のタイプで一番安いっていうものなので、まあ、見てみてもいいんじゃないでしょうか。追加、僕は扇風機がなかったので、こっちにはエアコンもなかったんで、今から調整してそういった快適な生活を送ろうかなって思ってます。まあ、だいぶ遅いんですけどね、もう設置する頃に夏が半分終わってるってことなんですけど、はい、という以上、激安のアマゾンの激安の扇風機、タワー型と普通のものをちょっと見てみましたということです。言ってまだ暑いじゃないですか。なのでちょっとクーラーをつけたいと思いますが、全部開いてるので、ここを襖は最初取っちゃったんですけど、とりあえず戻したいと思います、襖を。はい、エアコンは無事についたんですけど、何か効果が薄い気がしました。ここもだって隙間空いてるでしょ。で、床も張ってないから、床下、荒床の下にも多分電気が逃げていくし、襖もちゃんとゴムが死んでるし、ここ隙間だらけなんですよ。ここもね、隙間隙間隙間で、ここ荒床下でしょ。で、ここなんてガッツリ入ってるの、これ。これもう玄関のとこですね。ダメですね、これ。エアコンはつけれるんですけど、効きが悪いんで、ちゃんと閉めていかないと。床っすね。床引いて、向こう。この前、換気扇抜いて穴が開いちゃったところを埋めて、ここの襖をつけないと多分、もったいないことになっちゃうんですね。やることが多い夏です、今年は。頑張りましょう。皆さんも熱中症には気をつけて戦ってくださいなと。ではまた後日お会いしましょう。さよなら。